おはこんばんち、おひこ2000です。セブンイレブンへ行ったら見かけないお弁当があったので買ってみました。とろろご飯です。出汁が重要かな。ただの醤油のようだ。とろろを分離。麦ご飯です。ご飯だけ温めてきました。では開封です。青さの緑が良いアクセントになっています。うまそうです。醤油をかける前にとろろだけ食べてみます。このままだと味が薄い。出汁はどこへ行った。醤油をかけます。私が普段とろろを食べるときは麺つゆをかけます。混ぜ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 。小分けにかけるか全部かけるか、全部かけてしまえ。それではいただきます。味が薄い。胃が疲れている時にはちょうど良さそうです。うずらの卵なんかついていたらいいかも。ごちそうさまでした。